皆様こんにちは。今回は集中マックス 100% どんな怪しいことが起こっているのかを必ず見つけるっていう姿勢で見るつもりです。よくコメントの方でこいつちゃんと見とらんわっていうやつが多いんだけど、見てるつもりだから今回もちゃんと見るぞ。じゃあ行こう。ジャガーリパーク A。人だよ。ああ、殺す相手のための人ではない。こんな見た目だよ。てか何年前に人間って死んでんの？絶滅。誰も人って知らないのは、ねえ。うん。でも、公園の外だよね。よくわかってるよ。ありがとう。そういう人もいるよね。怖いよね。でもいるよね、こういう人。黙ってずっと見てるみたいな。ねえ、誰かベストバウト2017年と言ってたしね。あのバウトは、こういうのってさ、ちゃんとついてるんだね、この公園の中に。ずっと壊れてるみたいだけどね。Welcome to ようこそジャガリパーク。胸騒ぎ。フレンズ。仲良し。獣はいても抜け物はいない。これパペポだっけ？ペプポ？パピプペポ？この PPP 団体。ワン、ツー、スリー。今日はドットンパッタン大騒ぎ。認め合うのよ。はじめまして。君をもっと知りたいですの。うーよー。このシーンってなんか意味あるのかな。何にもない、何もない。難しい。真実を暴くのが難しい。なんかあったぞ。木の根だったか。なんだ。ここでなんで止まった。ああ。おい、やばいぞこれ。これも盗賊だ。マジで？危ないよ、こういうの。これは誘導されてんな。ああ、怖いフクロウたちだ。知ってる？フクロウって
大きくなったりちっちゃくなったりするらしいよ。前のパピプペポで教えてもらったんだよ。あ、ペンギンだからペで始まるか。え、読めへんのお前。っていうか、カバンちゃんは日本語を読めるんだね。生まれたての人間はそんなにすごいんだね。俺もハイだと思った。右行こう。でも裏の裏を書くっていうのもあるやで。すごいね。そういう問題じゃねえだろバカ。ターバルちゃんかわいいね。これは家じゃねえ。古文の中に入るの違うんじゃねえ。そうだね、間違えてたもんね。そういうことだよ。頑張れ。うん、そうだよ。次のクエスチョンは？うん、うん、関係ねえだろ。うん、お、次の問題は何？これ楽しいな。あ、知りたい。見えへん。なんだ、めんどくさくなったんだろうサッカー。おい教えてよ。カメラ入れたな。しかも全部ラクダに関する情報なん？頑張って考えてね、ボス。なお、問題教えてよ。お、平原じゃ、平原。おうち。マジ？すごいね。あ、後ろ！お前らの背後！危ない！やられた。背後からの攻撃は、猫なら気づけるはずなんだけど。博士なんだ。かわいいぞ、お前ら。朝飯前なのです。頭のいいフレンズでなんですね。こいつら悪いじゃん。こいつら仕事したくないんだ。何をいただくんかい。脳みそ？こいつらの脳みそを食べるのか。美味しかったら。オーマイガード。あ、料理してくれるんだって。なるほどね。ちょっと待って、ちょっと待って。料理ってさ、
ここら辺で何ができるの？食材はどうしてんの？人間はね、料理をしたから脳みその発達ができてめちゃめちゃ頭が良くなったっていう説があるんだよね。料理ができてから俺たちはこんなに頭良くなった。へえ、かわいいね。気どころお姉さん。おう、のんびり子なんだな。面白い。あ、中島お姉さんですね。池袋ってさ、池袋のダジャレですか？なる。ありがとう。本いっぱいですね。さすが図書館。おいしそうね。なんなん。え？なんなお前ら、クイズゲームかよ。クイズゲームじゃない。まあいいや。図書館の中をちゃんと見ないといけないよ。なんでこんなに食材があるのだ。誰がジャパリマンを作ってんの。ジャパリマン誰が作ってんだよ。カレー？しかも日本のカレーですね。米あんの？ジュルリー。ジュルリー。うるさ。ついてくるです。こいつらかわいぞ。調理場なんだ。ラッキービストっていうのはこのボスやんか。ラッキービーストってめちゃめちゃいっぱいおって手入りしてんだ周りを。ラッキービーストがジャパリマン作ってる。うん、木を作れないんだったら人間じゃないんだもんな。よくできました。言い方やろ。ああ、すごいね。絶対うまいやろ。入れて水を用意して、
うんうんうん、ルーは使わなくていいの？ルーないか。へえ。超ゆっくりなんだよね。でもこれやったことあるんだよね、子供の頃は。みんな火が怖いんだね。香辛料とかもあったんだね。てかめちゃめちゃ料理できるやんかい。人間の鏡だよお前は、カバンちゃん。すげえ。素晴らしい。これは食撃のソーマーよりの出来かもしれないですね。ああうまいってなるやつ。合ってるよ。頑張れよ。ちゃんと食いのだ。全然わかってないよこいつら。箸渡した方がよくない？CG の動き悪ける。そんな辛いの？大丈夫？お前らが辛いもの食えへんだけで？なんだこいつらクソ野郎ども。めっちゃ食ってるやん。めっちゃ食ってるやんかい。俺だってカレー食べたくなるじゃんお前ら。なんだよ、おかわりかよ。そうですね。何嘘つくの？はい。ね。うん。こいつら知らないから、本も読めへんし。みんな一緒だから。なるほどね。マジで？人間が作ってんだ。人間すごいね。逆にね。そこでびっくりしないのか、サーバルちゃん。ここだ。なんで絶滅したんだ。やっぱり地球温暖化？
それはありかもね。何？おい、人の近くには何？ペパップ。へえ、いいね。ペパップいいね。俺も見に行きたい。へえ。で、大事なことを言い忘れたようだけど、お前ら人間の近くには何？なるほどね。よかったね、でも満腹満足できて。人間がセルリアン作ってる。それとも人間がセルリアンになってるの？人間がセルリアンになってる。サンドスターによって。サンドスターによって動物が人間になる。人間がセルリアンになるかな。ほもほもほも、興味深いですね。このイーディに関してはですね、前には視聴者からこれは写真じゃなくて絵ですって言って、それを言ったら、いやこれは絵じゃなくて写真を加工したものですって言って、俺はもともとそうなんじゃないかなと思ったんだけど、今はちょっと何が何だか分かんない情報ありすぎて何を信じたらいいのか分かりません。あと、ロシアのチェルノービルの話はデマらしいなんで信じないでくださいよ。はあ、夜遅い。楽しいね、寝る前のフレンズを見るのは。皆さんって今何時見てるんですか？続き俺も知りたい。何よ、教えてって。マーゲイ、こいつらアイドルか。ゲー、楽しい。 OK、 次までよろしくお願いします。Twitter でも、YouTube でも、ニコ動画でも、楽しくフォローしてください。バイバーイ。